いや、俺も浮かしてるよ今。顔だけ一枚。やばっ。さ、これ細くない？普通にして、普通に、普通に話して。普通やばくない？普通のさやばくない？せーので力入れよう。せーの。本当にない。どうしよう。はい、すごいね。そうなんだ。だからあんま半袖着たくないんで、人に圧与えるから。こんにちは、平岩優奈です。こんにちは、シラックスです。トータルです。お願いします。女子特有の言動、行動、あるあるに3人で物申すあ、物申すというか、どう思うかを男子側2人と女子側優奈ちゃんで、まあ、話し合いたいということですね。はい。インスタで募集したんだよね、質問を。うん。選びながらやっていきましょう。はい。レッツゴーノーキンみたいだね、このチャンネル。行くよ、はい、何があってもそれなっていう。あ、え、わかる？女子同士で言ってるイメージあるわ。なんかスタバで女子で2人で話してる時とかそれな男子さ、確かにって言うと思うんだけど、確かにそれなを男子版で言うと、確かに、うん、確かにそう、女子のそれなみたいなもんですね。それなって言わないかもな。言わない。俺もスクリーンしたしてない。あー、危ない危ない。いきます。はい。トイレみんなで行きがち。あー、それなじゃないの。確かに男子もあるっちゃあるよ。全然あるよね。そうでしょ。そうでしょ。2、3人だと思う。え、女子何人で行ってると思ってんの。10人ぐらいで行ってる。トイレで何すんのかな、そんなみんなで行って。ね、しかもさ、個室じゃん、別に。うん、男子はさ、バッて行ってすればいいけどさ。え、女子トイレって個室だけなの。え、仕切られてないの、男子トイレは。仕切られてないよ。一個一個もう、開放的に。違う違う、あの、座る方は全部個室だけど、うん、立つ方は、ほぼないよね。うん。え、だから全然見えるよね。見ようと思えば。見るの？見たことはある。全然見れるよ。ね、そうなんだ。うん。でも損しかないかもね。見たところで。そっか。うん。みんなで行く？違う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 。みんなで行く？ああ。ゆうなちゃんは行くの？逆に。行かない。でしょ。だってさ、もしさ、うんちとかしたくなった時にさ、連れてってさ、嫌じゃん、なんか臭いとかな。臭いし長いし、絶対うんちブルーリーこの前さ、お腹痛くて、うん、編集してる部屋にいたの、うん、で、お腹痛くてトイレかけたくて、うん、ブリブリ出たの、うん、そしたら、音丸聞こえるしかも、多分お互い携帯いじってたんだけど、うん、その場で、うん、でも急にバーって立ち上がって、もうなんか、トイレのドアとかバターンってやるから、俺なんか機嫌損ねたかなと思って。いや、違うんだよ。あの、急に来て、お腹が、で、あ、これ漏れると思って、うん、めっちゃ急いだの、うん。で、ちゃんと閉めたんだよ。うんうんうん、でも、丸着声で、トイレから帰ってきたらさ、こうやってなんか言いたそうな顔しててさ、うん、面白かった。汚いお話すいませんでした。はい、次。はい。前髪めっちゃ触る。わかる。あ、違った。それなそれなぁ。めっちゃ触るよね。孝太郎の方が俺触ってると思う。うん。俺、バカみたいに髪の毛触ってる、うん、ずっと。なんかさ、よくやるのさ、こうや、なんか、あ、そうそうそう。これ、おもろい。おもろいよ。前髪に限らない、俺は。別に俺この辺やってるやってるやってるわーって。でもこの辺ずっと俺髪触っちゃう。え、なんか結んだ方がいいよ。今。一応結ばしたくね。え、だってさ、なんかちょっと横向いて。やばいよ。頭長い。頭長い。髪でしょ。髪。はい。はい。これなんだっけ。髪触る。ゆうなちゃんそんな触ってなくない？え、こうだよ。違う違う。最近は、長くなったから、
そうだけど、この辺とかさ、散らかってる時はさ、めっちゃこうやらない？いやー、もうあんまイメージない。もう自分が、もう自負してるし、うんうん、だからもう他の人に目いかないな、俺は。もう自分の前髪で精一杯。そうそう。俺、ゆうのちゃん、そんなイメージないな。これは、結構ね。こんな感じで。セッティングいる。え、見て、ここの、これ。あれ？もう。あ、線？そう。あれ？なんか多くね、俺らボコボコなんかボコボコしてね手首太っやばいね。でも手首は俺もまあまあ太い気がする、うん、なんか見て距離全然違う。短いって言いたいってこと？短いってこといきやす、はい、笑い方が死にかけの人の呼吸みたいになる時と場合によるかもね、うん、どういう感じかなそれ。でもマジ呼吸できなくなるとかあるよねなんかさ、酸素が体内からもうなくなってる人はいるよみたいなこういう感じ無音だよね息切ると無音になるかもここら辺が痙攣してるだけみたいな、うん、でもそれも男女関係ないんじゃない？確かに、うん、あれ、それなじゃないんだね。それな男子寄りかもね、ゆえなちゃんは。でもさ、うん、前まで男の子になりたかった。どんくらい前？小学生。どういう面でなりたかったの？全部。完全に？男の子。だってね、うん、一回ね、うん、髪の毛これより短かった。でさ、うん、お母さんはピンクの服とか買ってくるから、うん着てたの、うん、でも後ろから見たら男だもんね、うんうん、小学生の時に階段登ってて、うん、後ろにいた男の人から、うん、男の子女の子どっちって聞かれて、うん、女ですって言った。イエーイイエーイよいしょ終わり終わり。はい、何の質問だったっけ。笑い方が死にかけあれ、なんでこんな髪の毛の話になったの。まあ、いいか。うん、次いきましょう。次スクショした？してない。おい使われんぞ、スクショしたっていうシーン。そうだね、いきます。おい、なんでも可愛いって言えば済むと思ってる。それなそれな。草みたいなもんやな。草で片付けようとしてるみたいな。可愛、うん、いでも可愛いって思ったから言ったんじゃない。でもたまになんかさ、丸っこいおじさんとかにも言うじゃんはぁみたいな。嘘つけみたいな。なんだろう、そういうさ、うん、あるじゃん、キャラクターでも、うん、その可愛いにはいろんな意味があるの、うんうん、わかる？わかるよ、それは。わかるんだけど、うん、違うんだよね、多分男子からしたら、うん、別に可愛いかねえだろ思う。まあでも可愛い連呼してる人はいるなとは思うけど、いいと思ってるでしょ。いいと思ってるは多分まあこの人の言い方で、ね、そうそう、それがちょっとノリ可愛いじゃない。わ、うん、かる、うん、わかる。大人になってわかった、あ、そうなの、うん、高校生の時とかはああ、まあ、確かに、うん、男の可愛いはさ、もうなんかみんな男共感できるんだけど、女の人が言う可愛いは、あ、そうなんだみたいな感じかな、まあでも女性あるあるじゃないけど、確かに、うん、めっちゃあるある、うん、でもちゃんと意味が可愛いの可愛い。だって焼肉屋さんのさ、店主の人可愛いって言ってるもんね。え、可愛い、あれは推し。いや、頑張っても俺 10% ぐらいしか理解できない。え、なんか顔がとかじゃないんだよ。うん、わかる？わかるよ。わかるでしょ。いや、俺は 10% とかじゃん、もうちょいあるけど。の前あったよ。あ、マジ？うん。あ、行ってきたの？行った。マミーとパピーと弟と行ってきた。え、コウタロウは？いた。ああ、すげえ。え、すごくない？なんだそのやつ。面白かったよね。なんか、うん、弟が話してくれないの、私と。うんうん。本当に話さない。コウタロウとは？喋りかけたら話すね。うん、ギリ。超ギリ。でも、なんか普通の会話でも、うん、もう一方通行の。結構頑張って話しかけんだよ。うん。でも、なんか、仕方？え、本当に？え、コントロールは答えてくれるでしょ。うん。一応ちゃんと、お肉とかも買って、ありがとうございますってちゃんと言ってたんだけど。ああ、そういうの。好きなもの食べていいよって
言おうと思ったんだけど、うん、絶対に無視されると思ったから言ってもらった。なんかあの絶対弟側は嫌だけどさ、うん、どれだけ長い文章を話させるか対決したくね。文字数おいおい別に私は嫌いじゃない、うん、まあ、向こうはちょっとわかんないかもね。今更だけどタンクトップやばくね。なんでなんかおもろく。次じゃあ俺の少しした、うん、うわめっちゃ言いたいの2つぐらいあるわ。女子同士で歩いていると気づいたら手つないでる。マジで思う。ああ思う。マジで思う。あ、こうじゃないの。そうとかね。トイレ行くときとかだよ。なんでっていう。でさ、まあ、別にその人たち悪くないけどさ、じゃあ俺らがつないでたら、え、何、え、気持ち悪いとか言うじゃん。いや確かに。な、そう。その差は何なんですかみたいな。確かに私クラブのこと普通になんか何も悪いと思わずに手つないで歩いてたの、うん、先生から、うん、めっちゃ怒られた。つないでんじゃねえって。そう試合中。違うよ。練習。練習。え、違うよ。練習中じゃない。どっか行くとき。そう、あの待ってるときとかあるじゃん、うん、普通になんか何の悪気もなく手つないでたんだけど、うん、めっちゃ怒られた。へー、怒るの。いや怒りはしないけど何がいいんだろうなみたいな。何がいいかは分かんない。安心感とかはあるかも。でも今は繋がないから。確かにな、学生までじゃね繋いでんの。確かに、うん、大人は少ないかもしれない。高校まで。あ、なんでだろうね。生きてるってことだ。どうなんだろう。でも男の相関肩組むとか少なくない。あ、大学第4でやったやん。全員でワーッと買ってくれてる、まあ、あれはね、あれは儀式だから。でも俺肩組まれるのとか苦手だもん。人と触れるのはちょっと苦手なんだよね、もし。なんか大丈夫な人じゃないと触れれない。どうしよう、ダメな人だったら一人出しかせてんの。いや別にそれはいい、全然大丈夫なんですよ。そのクラスの友達ぐらいだとちょっとあの、あってなっちゃう。ってなる。その腕でしぼむ、その時だけ。どのくらいになる。ああ、もう本当にペットボトルぐらい。おー、まあまああるやないかい。え、どのペットボトルかによるね。 1.5 コカ・コーラ。もう結構普通やん。え、なんか、なんかあります？それについては。まあ高校生で卒業できるならいいんじゃないですか。うん、怒ることじゃないと思ったけど。まあ怒ることではないね。うん、それでさ、通る人邪魔してたら、ああ、あれだけど。確かにね、手と手でなぎ倒したりするならね。ありがとうございます。お願いします。ちょっとシビアな問題なんだけど、大丈夫は大丈夫じゃない。出た出た出た、出ました。はい、悩まされました。え、どう思うそれに対して。いや、まあでも一昔前は大変だったんだろうなって。今はさ、大丈夫は大丈夫じゃないよっていう情報が蔓延してるから。確かに。そう、そのおかげで俺らは、あ、今大丈夫じゃないっていうのがわかるけど、昭和とかの時代は大丈夫って言ったら、オッケー、ね、よし、よかったっていうなっちゃうよねっていう。確かに、うん、あとはそのマジでバカだからさ、自分が何でやったかが分かんないんだよね。あ、しかも大丈夫って言われちゃって、やべえみたいな、あれみたいな、何どうしたっけみたいな、謝り方が難しい。前さ、うん、餃子フェス行ったらさ、うん、後ろにカップルがいたの、なんか喧嘩してたのね、うんうん、で途中から私は外の場所に行ったから、うん、わかんないんだけど、うん、その一緒に並んでた子が聞いてた話だと、うん、なんか喧嘩してて、うん、男の人がごめんって言ったんだって、うん、いい男の子やな、ちゃんと謝って、ちゃんと謝ってやったのに、うん、女の子が意味のないごめんはうざい。あ、だからあれでしょ、何々してごめんみたいな、はい、を求めてたの、うん、でも見てる感じだと、うん、女の子がくせ者で、うん、なんか男の子かわいそうだなって思うぐらい結構癖があって、見てたら面白かったんだけど、面白いって言っていいか分かんないけど、いや、おもろかったよ。やばかったよね。そんなにもう周りが分かるというかぐらいだいぶ喧嘩してた。いや、なんかね、後ろだったからかな。でもずっとブスブスやばムスッとしてたのは見てて、大変そうだなって思って見てたよ、うん、楽
じが変わっちゃった ね。今仲直りしてるっていいな。ね。その場でもうイチャついてたよね。そう、でもなんかイチャイチャするのに、うん、となんか急に変な空気になって、うん、でまた見たら普通で、うん、なんか繰り返してなかった。だから癖者になるよ。大変そうだった。でも大丈夫って言ったら大丈夫って大丈夫。でも、あの、なんか私はムズってしてとりあえず自分を落ち着かせようって思う、うん、でもその時にこういっぱいバーって言われるとおーって感じで、ほっとかれるとだんだん悲しくなってきて自分から行く、うん、ごめんねって。あー、それはすごい。その家とか飛び出す時とかも、うん、とりあえず一人にさせてくれって思うけど、うん、捕まると出してくれないから、うん、家を、うん、なんかね、いかに寝てる時に出るかっていうやめろや親と子みたいな感じでした。解決策はありません。僕は無理よな。無理なんかな。どんな肉食べたい、肉食べたい、あと2時間、肉食べたい、肉食べたい、ちょっと似てるかもしれないけど、うん、いきます、はい、機嫌悪くなってる自分に機嫌悪くなって収拾がつかなくなってる時がある。あ、難しい。どういうこと？機嫌悪くなります自分がね、うん、で、それに機嫌が悪くなるなって、もう収拾つかなくなる。なんで私機嫌悪いんだよ。あああって感じ。そうある？お、え？なんつうの？許せる範囲というか、別にそんななんか収集つかなくはなってない。収集つかないはどこまで行ってんの？うち迷ったらじゃない。うわあって叫び出したらもう。そんな人いるんだ。いや、叫ぶか知らんけど、でもその、もうなんか、結構、ゾーン入っちゃうというか、ああ、もう無理だ。ゾーン。でも、これはいるんじゃない？うん。自前の方は少ないかもね。うん、うん。わかる？そうなってる人がいるってことが。あ、でも女子そういうの多いんじゃない？あ、体操やってる人とか、よく病んでるよね。あ、そうね。あ、落ち込んでると機嫌悪いは違うのか。落ち込むは確かにイメージある。うん、ゾーン入ってる時はもうやばい。もう全然ゾーン入るし、落ち込んだら結構多くない？本気の落ち込みってこと？そう、もうほぼどん底みたいな。そう、へえ。なんでやってんだろうみたいなのがいっぱいあった。俺もそういう意味がある。うん、本当にないよね。なんかさ、もうそこまで行かないとこでパシーン。そうそう、寝よう、みたいな。完全に俺コマンド B をしてる。あー、それができた方がいいよ。できた方がいいよね。なんか大人になって必要なスキルだよね、うん、絶対。落ち込んでなんか得する？いや、そういうのは分かるんだけど、理論上ではね。じゃあ、いいよ。落ち込みしてない。切り替えればいいよ。いや、そう。だから、そう、こういうのに怒るの。分かれよって。そうだけど、違うのみたいな感じで怒るの。体操で、よう、週替わりなんか、ちゃんと切ればいいじゃん。うん、分かってるけどできないのみたいな。ああ、それが正しいっていうのは分かるけど、うん、それが難しくて悩んでるんです。ああ、別の技に色が当たらない。次行こう。うん、次行こう。じゃあ俺選んでもいい？うん、いいよ。早いです。友達と会うと抱きつく。マジで。つくしおじさん。あっす、つくしおじさん。お兄さん抱きつく。若菜とも抱きつく。抱きつくタイプ？うん。あと、まぁ、あ、ちょっと違うけどさ、めっちゃ近距離なのに、わーってやってない？いや、いや、いや、いや。え、誰が？女子同士だ。あ、ここで？そうそう。男子はさ、うえーみたいな感じで、うん、女子は、ここまで何もしてないのに、ここらへん近づいてきて、わーってやって。会った時のさ、そういう、触れるとかそういうの多くない？多いか。確かに。とりあえず。それであったっていう認識になるの。で、ギリギリまで会ってないんだ。これで、あ、っていう。はい。はい、じゃあ、ラス1ぐらい。イエス。はい。表では、いい子ぶり。裏でボロクソに言う。まあ、表裏が、もう別人ってことやな。
うん、まあ人に寄り添う。俺はえ、ないと思う。変あ家では、あそう、その表エリアで枝分かれしてるよ。あああああ、いい方でそう分かれたりとかあるけど、表の右側、左側そうそうはあるけど、表と裏になることはない。こうああ、うん、裏は裏って悪い裏ってことなの？まあわ悪いっていうか、まあこ今の質問からしたらそうよ。あボロついてるの。あの犬に向かって一緒に踊ってた。そしたらさ、あのいなかったの部屋に、うん。一緒にってどういうこと？犬がいてさ、うん、こう一緒にさこうやって歌ってて、うん、でついてくるんよ、動いた、うん、動く。でそれを一緒に踊ってた。あ、犬と一緒に踊ってたの。そうそう。で、俺が中にそこ入ろうとして、うん、なんか踊ってるから俺はもう開けたままじーっと見てる、うん、終わるまで、気づくまで、うん、で、気づいたんだよ。あって、あってなってね、ちげえよ。そうなんだよ、いつも脱線しちゃうけど、ね、なんか今日やばいね、脱線やばいね、脱線やばいね。脱線の方が長いもんね。そういう人に出会ったことある？あ、でも裏は見ないのか。でも男はそう見えないんだよね。いや、女の人はその裏があるの悪いっていうか、表で言いづらい風潮がありそう、女の人同士の関係って。男同士だと気軽にさ、なんかディスれるけどさ、グループみたいな多いじゃん、うん、あグループ多いよね。うん、うん、そっからさ、うん、危ねえよ。外れるじゃん、うん、もう省かれるってことその子は、うん、え、私さ、中学校の時もさ、クラスの陽キャいるじゃん、うん、とかグループがあって、そういう系の女の子が一人いたの、そのグループに。あそう、でも別にその裏で悪く言う子じゃなくて、うん、その子はだけど、なんかその雰囲気があんまり気に食わないのかわかんないんだけど、うん、気づいたらグループ抜けてて、うん、なんかすごい見てて苦しくなった。でもね、その子もめげずにいろんな、なんか他のグループー回ってたから、頑張ってんなと思って、陽キャ怖えって思った。思いました。あそんな見れないな、女子のそこまでは。スポーツ校とかだったからな。結構さ、言う人多くない？スポーツジバと。あ、そう、なんか普通男子っぽいノリだと思う、女子は。わかりません。はい、以上です。以上です。終わり。はい、今度男子のも聞いてみよう。お願いします。この動画が良かったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。バイ。